現在外野は右中間が広く空いた守備隊形になっています。ピッチャー、おっとピッチャー取れませんがセカンドゴロ、一塁へ井口が送る、二塁ランナーは三塁へ、ツーアウトランナー三塁です。もう今のは完全に川崎選手の裏をかけましたよね、佐藤選手がね、もう一球ね、はい、インコース出ましたけどね、まあこれは井口選手のファインプレーですね、うん、そうですね、川崎の足ですからね、もうメジャーの時からねああいうプレーはよく見たんですけど、うん、非常にねああいうプレーうまいですよね、はい、次はどちらで来るか、緩い球、これは一塁間、井口追いついて一回転して送球は井口ファインプレー、スリーアウトです。いや井口がここは成瀬を2度救いました。いやもうこれいっぱいいっぱいのプレーでしたが、この回は ね井口選手のプレーに助けられましたね、いや本田ももうがっかりというかまさかという感じの表情ですが、これがアウトです。まあアウトにしました。体のバランスですよね、素晴らしいですよね。ナイスプレーを井口が見せて3回の裏、ソフトバンクはあと一歩1点が届きませんでした。0対0です。